はい、51歳無職就活ノートさつき小一郎でございます。2019年8月も31日になりましてね、普段だったら小中学生とか高校生なんかね、31日まであっていいななんて思ってるんですけども、明日日曜日で9月1日まで休みなんでしょうね、多分。こんなラッキーな年に生まれた子どもたちっていうのは羨ましいんですけれども、昨日熱海でも花火大会が終わりましてね、今年の夏はもうこれが最後だっていう、花火大会なんていうのも初めはいいんですよ、見てて、でも2回目以降にはもううるさいだけになっちゃいましてね、あの花火がね、私山の上に住んでるんで、こう目線で見れるんですよ。こう見上げなくていいんですよね、目線で見えるんですよ。もうスターウォーズみたいな世界ですよ、まあ、そんなわけでね、花火大会も終わり、秋が近づくんでございますけれども、最近ね、どうもお尻におできができちゃいましてね、もう高校生の時からあるんですけども、それが出たり出なかったりなんかいろいろ繰り返すんですけどもね、でこの前、一月ぐらい前かな、痛みが全くなくなった時があったんですよ、でまた復活しまして痛くなってきまして、で最初はね、このキューピーコアゴールド、これを飲んでるから治ったのかなと思ったんですよ、痛みが、ところがどうも違うらしくて、クエン酸飲料を飲んでたんですね、アマゾンで買ってきた、でこのクエン酸なんですけども、あの疲労にすごくいいんですよ、私が前座時代、2つ目になってからも、木馬亭で、細々と働いてるとね、朝11時ぐらいに出勤するんですよ、そんで1時から開演して、前座2つ目、その後って感じでやっていくんですけども、大体もう2つ目3つ目が終わるぐらいにはもう体がヘトヘトになってるんですね。これはまあ深く言及すると仮面うつ病のせいだったと思うんですが、すごい疲れなんですよ。疲労度が半端ない、もう全身が、もう真打ちの人がゲイなんてもう見てる余裕すらなかったんですよ、でそこで初めて、あの当時神田にパルスポーツプラザって言ったかな、パルスポーツ神田、そこでフロントでクエン酸飲料が売ってたんですね、粉状のやつ、細粒のやつが、でこれちょっと一応いっぺん飲んでみようかなと思って、350円でしたね、一袋ね。で3袋ぐらい買いましてね、で飲んでみたら、あの水に溶かしてね、そしたらこう疲れがね、上の方からずーっと消えてったんですよ。あの時の体験っていうのはすごかったですね。疲れがスーッと抜けていくんですよ、上から下へ、あの一瞬はすごかったですね、でその後もなんかちょっと、あの製造元が分かんなくて他のとか買ったんですけども、疲れることもあんまなかったんで、効かなかったんですけれども、今回はやっぱ体質の改善にいいみたいなんで飲んでみようと思って、またアマゾンで注文しました。これクエン酸チャージ、アミノバイタルっていうのか、ビタールっていうのかな、バイタルっていうのかな、これシールが貼ってありますね。クエン酸チャージ、これを買いましてね、でこれ、あの蓋開けますと20本入ってるんですよ、こういうのが20本、これね、これをですね、これとろけるカフェオレですけれども、これも飲んだ後にちょっと水でゆすぎましてね、水をあらかじめ入れといたんでございますけれども、この中に水を6、7分ぐらいですかね、8分9分入れるとちょっとクエン酸の味が薄くなっちゃって分かんないんですけども、これをこれ取って注ぎます。
こんなもんかな。であとはキャップの栓をしてよく振ります。これほんと6分目ぐらいがちょうどいいですかね。6分だとちょっと味が濃すぎちゃうかもしれないんで、よく振ります。で開けて飲む。まあ一応これジョージアじゃないや、本当ボスのとろけるカフェオレはそこへなくなってね。でまあションベンみたいな黄色なんですけども、これが結構効くらしいんですよね。地には、体質改善に効くらしいですね。だいたい6分ぐらいでしょ。今一口飲んだから7分ぐらいか。ここまで入れちゃうとちょっともう味が薄くて分かんないんで、まあせいぜいこの辺ぐらいまで、この折り目ぐらいまでね入れて飲むといいと思います。まあね、おできに関しては高校生の時にね、お尻にまあちょろちょろ出てたんですけども、一回 CD 台ぐらいのねおできができちゃいまして、なんて言うんだろう、ちょっと忘れちゃいましたけども、何て言ったかな、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったな、カルデラ式のおできができちゃいましてね、それ新宿の三省堂かなんかレコード屋ね、ビデオ屋か、あそこでそのおできがプツッと割れたんですね。亀裂が入ったんですよ。したらドローッと海が出てきて、ズボンの中がなんかもう真っ赤っかになっちゃったの覚えてるんですけども、おできができやすい体質なんでしょうね。まあそんなわけで本日はこのクエン酸チャージ、アミノバイタル、ビタール、バイタル、アミノバイタルの宣伝をいたしました。ご視聴ありがとうございます。それではチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。さつきこいちろうでございました。どうもありがとうございました。